こんにちは、速稼塾の久保です。たった今ね、ドニー・イエンのスーパーティーチャーを見終わったところなんですけども、これはね、とっても痛快でしたね。スーパーマンみたいな先生が学校に赴任してきて、で、冴えない学校を回復させるっていうところも、まあすごいところなんですけども、それだけではなくて、ね、私が思ったのは、ずっとね、イップマンを見てきたところがあって、まるでね、イップマンが現代に蘇ってきて、学校教育に警鐘を鳴らして、そしてね、悪いやつをやっつけて、で、自分の中の正義とも戦っていくところが、なんともね、素晴らしかったなと思います。なんか思うに、このストーリー構成とかは日本人向けなんじゃないかなと思うところもありますし、撮影のテクニックとか、それからストーリー展開なんかはハリウッド以上なんじゃないかなと思います。なんか香港映画ってここ数年でですね、一気に世界に躍り出てきて、多分世界一のポジションを取っていってるんじゃないかなと思います。妙に共感したところがあったりとか、妙に懐かしいところがあったり、それから香港っていうところはね、商店街があったり高層ビルがあったりとか、都会と田舎が同居してるところなんですよね。そういう意味で言うと、その狭い空間に日本の田舎と都会がこうギュッと凝縮したような、そんな背景も私好みだったかなと思います。特に昭和時代を生きてきた方ってのは、懐かしさとね、勇気と感動とかをすごく感じるんではないかなと思うところがありますね。で、皆さんもね、このスーパーティーチャー見ていただきたいなと思うんですけども、特にね、自分の中の正義、こういったものに奮い立たされるんではないかなと思います。そしてこのスーパーティーチャーが私たちに訴えかけているものは、人ってのは知識をつけることによってみんな人材になるんだよっていう風なメッセージじゃなかったかなと思います。ドラマの中に出てくるね、悪役とかもなんか最後はいいやつみたいになってきてね、ちょっとね、私の胸を打ったかなと。とにかくストーリーの前半は生徒一人一人にスポットを当てた感動物語、後半はスカッとしてですね、この世の中とか正義とか社会とかにものすごく訴えかけるメッセージに変わっていたんじゃないかなと思います。 Amazon プライムでスーパーティーチャードニー・イエン、こちらやってますので、ぜひご覧いただきたいと思います。なんか続編ができるような気もするんですよね、これね。はい、じゃあ、いってらっしゃい。